するとかね。例えば、あと、あと、忘れた。2個あるんですよ。これ。こうやってやったり、こうショートで椅子投げるのがショートなんですよ。で、ロングにすると、手までやるじゃん。そうすると、殴った後に椅子投げるっていう、要するになんか、ロングにすると2段階になってて、なるほど。で、トリガー1と違うところがあって、トリガー1は、通常は使用するトリガーを打った時、ショートもロングも同じフレームだったよ。けど、トリガーにはショートロングのフレームが違う。例えば壊しショートだったら中盤が入るけど、ロングにするとフレームが入らなくなるっていう感じで、いい調整しました。ここも真面目なのっていうちょっと悲しさがあったんですけど、これ実際トリガー1と一緒でフレーム変わらなかったらやばいの結構あると思うんですよね。で、しゃがみ込み1人があって、トリガー1だと全然プラス5とかないんだけど、トリガー2のショートはプラス5あって、これが結構こういうのが当たったりするんだ。これは割と優秀なのかなっていう感じなのかな。ただ142しか入んないんで、いや欲しいなって。大できやできないできない。2個目はいる。もう一回使ってみる。